コモンギーズとは、サーバーサイドなどのウェブブラウザ環境外における JavaScript の各種仕様を定めることを目標としたプロジェクトである。コモンギーズプロジェクトはもともと2009年1月に m o ラ z i l l a のエンジニアケビンガンアにより、サーバージーズプロジェクトとして立ち上げられた。2009年8月、プロジェクトはより広い範囲の API を対象とすることを示すために、 現在のコモンギーズへと解明された。仕様の作成と採用はオープンプロセスで進められた。仕様は複数の実装が完了した後、最終的に確定とされたコモンギーズは、シ c m スクリプトの仕様を定めるエクマインターナショナルの TC39 グループとは直接関係はないが、TC39 のメンバーの一部はコモンギーズプロジェクトに参加している。 2013年5月、Node.js のパッケージマネージャー NPM の作者であるアイザック・ゼット・シュラッターは、コモンギーズは Node.js にとって時代遅れになりつつあり、Node.js の主要開発者はコモンギーズから離れていると語った。コモンギーズで定められた仕様としては以下のようなものがあるなお、モジュールとプロミスについては、 あとに2015年の e c m s クリプト6で標準規格が定められている。ありがとうございます。